ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパタルです。というわけで今回なんですけども、またまたお騒がせな初心者に優しいクイックアップデートまとめです。今回クイックアップデートがなんと7時45分ぐらいに来ました。で、期間なんですけれども10月の14日から21日の17時頃までです。豪華景品ドミネーター ASP はかなり優秀なのでぜひゲットしてください。条件は LS カーミーティングシリーズで、レースに6回上位3位以内に入れということになりますので、やりやすいものとしてはストリートレースというのが2人からできるレースなんですけども、これを2人または3人で開始してホストは3人で締め切ってしまうと。で、全員ね6回レースをするだけで全員もらえるということになりますので、ぜひねホスト3人までで締め切ってチャレンジしてみてください。ドミネーター ASP はかなり優秀で、どこが優秀なのかというと、マッスルカーの中でかなり操作しやすい、そして速いということなので、この性能などは詳しくはね説明欄固定コメントに過去動画貼っておきますので、こちらを参考にしてみてください。マッスルカーの中ではかなり使いやすい車両です。で、今週のレジェンダリー割引はクリークという車両となります。さらにレジェンダリーモータースポーツ、音がいい車両で有名なカスコ、これがね割引となってます。これは脱獄のね強盗のミッションを全て終えると割引をされた金額となるんですけれども、今回割引聞いてますのでかなりね手に入りやすい車両となります。また南サンアンドレアス、今週割引あるんですけれども、スラムトラックという車両です。これ出た当初は後ろに車両をね乗せた時にロックがかからず落っこっちゃう仕様だったんですが、大型アップデート以降ちゃんとロックがかかりますので結構便利っていうかね遊べると思います。また機動作戦センターの本体割引が来ているんですけど、ここ注意点です。ホーラーカスタムというねトレーラーヘッド、運転台だけが割引となってますので、このように初心者さんだと金額が分かりづらいっていうところなんですが、もともと140万ぐらいのものが98万っていう感じなので、今まで機動作戦センターを持っていて、で頭の部分だけね取っ替えたいなっていう場合は、ここの運転台のところをホーラーカスタムにするとここが割引となっているので、結構ね、お得なんだよということになります。性能は若干ね打たれにくくなるかなと思います。また第3弾ベニーズ割引、そして一部カスタム割引となってます。今回プリモという車両、これベニーズのアップグレードの代金も割引となってます。結構かっこいいカスタムができるのでプリモはおすすめです。プレジデントみたいなね雰囲気の車両を作れるかなと思います。またムーンビーム、これもねカスタム項目かなり豊富で結構ね面白い車両を作ることができます。またもう1台ねちょっと見逃しやすい部分なんですけど、割引マークがついていないヨセミテランチャーというのが割引のようです。これ購入前に要注意してください。変更や訂正がある場合は固定コメントから更新します。ではダイナスティの全てのガレージ割引というわけで、2台ガレージとか6台ガレージ、また10台ガレージ、すべてのダイナスティのところのガレージが割引なので、初心者さんにはかなりねおすすめかなと思います。まだねアパートとか何を持ってない人はぜひガレージはすべて持っておいてください。また報酬激アツ2倍のジェロのミッション、これねこれも初心者さんにおすすめです。低ランクからできるものが多いです。ジェロのミッションっていうのはそんなに難しいものがなく、ディールブレイカーなんかはさらにバグっていて弾薬代がかからない。普通ミッションで使った弾薬っていうのは後でね購入することになったりすると思うんですね、弾薬が減るので。なんですけれどもディールブレイカーだけはバグっていて減らないっていうことなので、初心者さんにはおすすめです。ロスタントス側の周回なども結構初心者さんにはやりやすいと思います。それ以外のほとんどのものがね報酬2倍って今ついているジェロのミッション簡単と思います。ただしこの最後の誘いというものだけはちょっと難易度上がりますので、一人でねちょっとね初心者なんだと厳しいかなと思います。なので使うとしたら今バグっているカリン車防弾仕様になってます。ああいった車両を使えばなんとか乗り切れる可能性はあります。まあ、ぜひねチャレンジしてみてください。報酬2倍のね期間のミッションはとりあえず全部ね1回はねやってみるといいと思います。また敵対モード相撲が報酬3倍となってます。これね2人から8人までのジョブなんですけども、公開セッションなどにいてこういった招待が来たらぜひ
参加してみてください。また、豪華カジノ景品スペクターというかっこいい車両が来ています。なのでルーレット、これもぜひ当ててみてください。というわけで今週報酬2倍の特殊車両ジョブというのが来ました。先週まで CO のねオフィスが割引となっていて極秘貨物が報酬2倍となってたと思うんですけども、今週はこの一番右の特殊車両ジョブが報酬2倍となっています。しかしこれ解除するために真ん中のところのね車両取引っていうのを何回か取引する、要は売却まで何回か繰り返さないと解除されませんので、これの詳しい、ね、やり方とかは、初心者講座過去に出しているものを説明欄と固定コメントに貼っておきますので、そちらを参考にしてください。またメリットとしてはクリアするとその時使った CO の特殊車両が割引になるので、これはおすすめです。ルイナー2000とかめちゃくちゃ高いんですけども、割引かかるとかなり安くなります。またデイリーチャレンジ報酬 1.5 倍というわけで、チャレンジのところから見ると毎日15時に更新されるね、これ1回やるとね3万ドルぐらいもらえるんですけど、これが 1.5 倍になってます。7日間続けると20万超えになるので、ぜひチャレンジしてみてください。また、ログインボーナスとして解除アイテムですね。まず、クローゼットとかに行き、トップスから、スペシャルのところかな、トップスで一番下の解除アイテムのところに今回ロックスターゲームズと書かれた書体のものですね、 T シャツが解除されてますので、ぜひねこれは、解除してるかどうかを確認はしておいてください。まあ、ちょっとね珍しいというかね、これのシリーズがもしかしたら若干来るのかな、ウェイステッドとかね、やられた時に赤い文字出ますね、あれのね T シャツも出るっぽいので、もしかしたらこのシリーズ何枚か出る可能性あります。10月14日のクイックアップデートの時点で今のところ燃える車両のイベントの情報はないっぽいんですけれども、もし急に追加されたりした場合は、追ってね動画などで、案内していきます。今のところはねクリスティーンっていうね映画を再現したようなこういったねトルネードの車両ですね、これが急に燃えて襲ってくるみたいのはなさそうです。またみんなが注目しているハロウィンアップデートはおそらく10月末ですので、現時点ではまだハロウィンペイントとか、まあ、その限定の車両とかマスクとか、またはベニーズの装飾ですね、そういったものもまだ来ていないということになります。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。